学術基盤推進部長の相田でございます。まずは本日朝から長い方、丸一日ですね、説明会にご参加いただきましてありがとうございました。すでに朝の一番のところで竹谷からも説明しましたように、NII の学術基盤サービスというのは来年度から新しい展開を迎えます。具体的にはネットワークが400ギガ化すると、まあ、ネットワーク基盤が強化されるということに加えて、今年度始まっております研究データ基盤についてもですね、本日もご紹介しました人材育成ですとか、データの解析といった新たな機能を加えて、データの利活用を促進するための新たな機能を展開していく予定でございます。また、従来で進めておりますコンテンツ、クラウド、認証といったサービスについても、安定運用を続けつつですね、やはりここもデータの利活用というのをキーワードとして、機能強化を図っていく予定でございます。さて、朝のセッションでもご紹介いたしましたけども、2021年3月にですね、NII の学術コンテンツ化が ISMS の認証を取得いたしました。ISMS 認証はすでに大学の情報部門等で取られているところが増えているところですので、まあ、NII も遅ればせながらところもあるんですけども、まあ、今後ですね、この ISMS 認証の範囲も広げながら、基盤の強化だけではなくて、サービスの信頼性向上といったものも図っていきたいと考えているところでございます。情報基盤の安定運用ですとか、またその発展には、ユーザーの皆様からのご意見が必須と私考えております。こういう話はインフラだけでやってはうまくいかないと思います。ポジティブな意見からネガティブなご意見まで、ご意見、ご要望ございましたら、遠慮なく周りのスタッフ、または関係者にですね、お知らせいただければ幸いでございます。では簡単ではございますけども、以上をもちまして閉会の挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。また引き続き NII の学術情報基盤サービスをどうぞよろしくお願いいたします。